というわけでですね、今回は年明けうつの解消法ということでやっていきたいと思います。年明けうつって何かっていうと、まあ正式名称じゃないんですけど、正月明けとか年明けした途端にですね、やる気ねーみたいな、仕事だりーみたいになっちゃう経験ってあると思うんですよ。今まさに皆さんがなってると思うんですけど、でこれを簡単に解消する方法ってないのということで、今日はですねトップ5ご紹介していきたいと思います。はい、どうですか皆さん、年明けだるくないですか？あれって何が原因で、来ると思います？ちなみに。はい。で、これ実はですね、いろんなね、もちろんね、原因はね、いろいろあるんですよ。ただ、いろいろあるんですけど、その中でもですね、特にですね、対処しやすいもので、簡単なもので、これをですね、やっていきたいと思います。はい。まずは一つ目。一つ目がですね、次の休みの予定を立てるというもんですね。これ実はですね、休日の効果とかっていうのは、モチベーション上げる効果が本来はあるわけなんですよ。で、正月とか年末年始とか、あとゴールデンウィークとか、いろんな休みがね、まとまった休みがあると思うんですけど、普通の土日でもそうなんですが、このですね休みが、モチベーションとか僕らのですねメンタルの悪化しやすいそのメンタルを元に戻してくれるってことが分かってるんですけど、でも不思議だと思いません？正月って休日じゃないですか。で、年が明けたのになんでメンタル悪くなってるのと。で、これ何かというとですね、実はこの休日のですねメリットを存分に生かすために条件があるということが研究により分かってまして、これ何かというと次の休みのですね予定を立てるということなんですね。実は、休日を取るときって結構綿密な予定を立てたりとか、どういうことをしようっていうふうなことをあらかじめ考えておくと、要するに早く休み来ないかなってそわそわしたりとかした経験ってありませんか？あれが起きてモチベーションを回復させてくれるんですね。なので、ぜひですね、まあ、次の休みででもゴールデンウィークとかまとまった休み予定を立てる必要はなくて、土日にこんなことしようとか、こういうアニメを見てみようとか、そういうのをですね決めるとかでも全然構わないので、ぜひ次のですね休みの予定を立ててみてください。続いて2つ目、2つ目のですね解消法はですね、座る時間を減らすというもんです。実はですね、ディーキン大学の研究によると、座る時間が長くなればなるほど人間が不安感とかメンタルの悪化とかを感じやすくなるということが分かってるんですね。これ面白いですよね。座ってる時間が長くなるとダメなんですよ。椅子に座ってる時間が長くなればなるほど、あるいはね、こたつでこう寝転がってるみたいな、そういう時間が長くなればなるほど筋肉が衰えるし、心臓病のリスクが増えるし、がんとか肥満の発症率やうつ病の発症率までアップするわけなんですね。要するに体を動かさないとどうなるかっていうと、カロリーの消費量が減るわけですよ。で、このカロリーの消費量が減ると、どうなるかっていうと、行動力がどんどん減っていって、そしてですね、さらに座ってる時間が伸び、そしてカロリーの消費量が減り、メンタルが悪化しみたいなことがですね、永遠のループとして起きちゃうわけなんですね。怖いですよね。まあ、とはいえでも、じゃあずっと立って仕事しろってことって思う方いると思うんですけど、一応ベストはずっと立って仕事するのが本当はいいです。ただそれきついと思うので、そういう場合はテキサス大学の研究によると、1日わずか36分立って仕事をするだけでもですね、メンタルが回復して生産性が上がったよなんて研究とかあったりとかするので、1日36分だけでも構わないです。タイマーをかけていただいて、ぜひですね立ち仕事をやってみてください。というわけで2つ目のポイントが、座る時間を減らすでした。はい、では続いて3つ目、3つ目のポイントはですね、炭水化物を取るです。はい、これ実はですね、低炭水化物ダイエットとか、いわゆる糖質制限と言われるように、糖質をですね減らすダイエットがうつ病を引き起こすんじゃないのって研究って結構いっぱい出てるんですよ。逆にメンタルが落ち込んでる時には少し炭水化物の量を増やしてあげるとですね、うつ病のですねリスクっていうのが減るよってことも分かってます。まあ、実際ですね、先行研究によると、およそ335キロカロリーの炭水化物をですね増やすだけで、大うつ病にですねなる、まあ、大きなね重いうつ病になるリスクが58% も低下しましたよなんて研究とかあったりするんですよ。で、大体皆さん年末年始とかに食べ過ぎたりとか、運動しなかったせいでとか、あとお酒飲み過ぎたとかでむくんだりとか太ったって思うわけなんですね。で、それでよし、ダイエットするために1月は炭水化物を減らそうってやっちゃうと、年明けうつに拍車がかかっちゃうんですよ。なんで炭水化物を減らすダイエットとか、まあ、してもいいと思うんですけれども、でもそれやる場合にはせめて2月とか自分のメンタルが戻ってからやるのが大事です。糖質制限はですね、メンタルが落ち込んでる人とかメンタルが弱い人はやらない方がいいダイエットなんで、これも気をつけてみてください。というわけで3つ目が、炭水化物をですねちゃんと摂るでした。はい、続いて4つ目、4つ目のポイントがオメガ6を減らすです。はい、これオメガ6って何かっていうと、いわゆる多価不飽和脂肪酸と呼ばれているものですね。サフラワー油、紅花油ですねとか、ひまわりの種の油とか、あとはコーン油とか大豆油とか、ごま油、マヨネーズ、あとは加工食品ですね、ハムとか、ソーセージとか、そういうやつです。こういうもの
にはですね、多価不飽和脂肪酸っていうのがいっぱい含まれてるんですが、いわゆるオメガ6とかに代表されるような悪い油なんですね。で、グラナダ大学の研究によると、なんとこの悪い油の取りすぎがメンタルを悪化させるんじゃないのって研究とかも出てるわけなんですよ。はい。実際、内臓にかかってる人ってですね、体内のこういう酸化ストレスが高くて、いわゆるこう体内が炎症とか老化のですね、一歩手前みたいな状態になっちゃってるわけなんですよ。で、実際に内臓になった人って心臓疾患とか癌の発症率が上がるってことも分かってるので、実はですね、年末年始に悪い油を取りすぎちゃったせいでメンタルが悪化してる可能性があるわけなんですね。なのでぜひですね、いわゆるオメガ6をなるべく取らないようにして、お魚だったりだとか、動物性のね、肉よりかはお魚とかを中心の食生活に変えてみるとか、なるべく料理とかにも、いわゆるこうオメガ6が入ってないようなオリーブオイルとか、そういうものを使うということをやってあげるだけで、だいぶですね、気分が回復すると思いますね。ぜひやってみてください。というわけで4つ目が、オメガ6を減らすでした。はい。それでは、最後5つ目のポイントです。これは堂々の第1位です。はい。なんとですね、これをやると、感情のコントロールが上手くなって、年明け打つどころか、まあ、1年中ですね、メンタルコントロールが上手になって、やるべきことに集中できるようになるということが分かってるんですね。これ何かというと、未知の体験をする。です。はい。これ2013年、ワイドナー大学がですね、発表した論文によるものなんですけれども、参加者、実験の参加者にですね、こう見知らぬ体験をどれぐらいしたことがあるかとか、行ったことがない場所とか土地とか、国にどれぐらい行ったことがありますかみたいなのをですね、調べるって、そんな研究をやったんですよ。そしたら何が分かったかっていうと、見知らぬ土地に旅行行ったりとか、知らない体験をする人の方がですね、集中力が高くて、自分のメンタルコントロール、意思のコントロールとかがうまいと。で、さらに、感情コントロールうまいよということが分かったんですね。そう、実は僕らのメンタルの悪化っていうのは未知の体験をですねしないことによって起きたりとかするわけなんですよ。確かに言われてみれば年末年始旅行行った人は別として、年末年始って毎年同じようなことしません？実家に帰ったりとか友達とダラダラしたりとか同じようなことしますよね。はい。だからこれも一つの原因なんじゃなかろうかと。はい。逆に言えば例えばじゃあ来週の土日とか今週の土日でもいいので、ね、少しでもいいからやったことがないこととか新しい体験とか行ったことがない場所にちょっと行ってみるというのもいいでしょう。今まで読んだことがない本を読んでみるとかでもいいし、見たことがないですねタイプの、アニメとか映画を見てみるっていうのもありですね。それを予定に入れておくんですよ。未知のことをするぞと、週末はとっていうことをするだけで、メンタルコントロールにですね効く可能性がありますので、ぜひですね試してみてください。はい。というわけで、トップ5ご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。他にもねいろいろこのメンタルコントロールのテクニックってあって、一番楽なのがセルフトークっていうテクニックを身につけることなんですよ。セルフトークってそのまんま独り言なんですけど、実はねこの不安とかメンタルの落ち込みって自分の頭の中で行われているこの独り言、セルフトークってやつですね。これをコントロールすることによって、ちょっと工夫することによってモチベーションを回復したりとか、やる気をですね引き出したりとか、へこたれそうになったらですね心を戻してくれるってことが分かってるわけなんですよ。で、こんなセルフトークのですね、科学ですね、今日の番組の概要欄コメント欄の方から見れるようになってます。ぜひですね、これを機にですね D ラボでチェックしてみてください。あとは仕事に対するやる気の回復っていうと、ジョブクラフティングってテクニックが非常に使えまして、でこのジョブクラフティングについて解説されてるですね科学的な適職って本が今Amazonのオーディオブックのですねサービスのオーディブルの無料体験で聞けるようになってましたんで、ぜひですね概要欄の方からリンク入れておきますんで、科学的な適職も合わせて聞いていただくとですねより効果が高いんじゃないかなと思います。ぜひですね年明け打つ乗り切ってください。はい。それでは続きは概要欄またはコメント欄の方から D ラボでお会いしましょう。バイバーイ。